はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでコロマックスさんですね。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、ということで、キャップストーン2つですね。ちょっと昨日ね、やっぱり時間の限界がありますので、ちょっと間に合わずに申し訳ないです。もう今日ちょっと早めから、はい、準備して今日出荷します。いやでもこれね、ご自身で開けてカードセリまでやると結構な時間がかかるかなというところですね。店長にやらしちゃった方がいいと思います。いや、内容も結構いいですね。まあシリアルもまあ99以下なのかな。昨日も1回ワンオブワン出たし。そこそこなレジェンドイヴァンだったかな、昨日は。あとタティスも出たしね、ストライダーさんもいたし。まあレギュラーカードが綺麗っていうのはなんか久々ですね。こういういっぱい入ってる系でね。はい、じゃあ開けていきます。一応軽くルーキーとベースは同じところにしておくんですけど、色である程度は分けておくように、それが一番いいかなと思いました。これ赤ですね。でこれ101からってやつです。で下に金ですね、ホロの金ですね。これ通常のね。で、ホロ金。ホロ金がなんか4枚、4枚か5枚ぐらい出てくるのかな。だから2分の1ぐらいで出てくるのかな。で、インサート。まあ、10パックぐらいがちょうどいい感じですね。なんかね。ロペスの赤とひっくり返ってます。ブルちゃんですね。ちょっと待ってください。これ赤ね。ビッグバンの王とあんまり見たことないか。デュアルジャージですね。これもサインあるのかな。ね、昨日インサート、ね、ジャージのインサートのカードのパラレルはね、何回か見たんですけど。デジャブ・クレメンスとデグロン。アドンさんか。赤パラ。で、トマーズとスミス。タティスジュニア。いや、ほんと今年はもうパニーニさん、パニーニ屋さんっすね。まあ、まだ、ね、トップスファナティックさんの方は、詳しい、あ、ひっくり返ってた。あ、ロイス・ルイスだ、でも。あんまり決まってないんですね、まだね。まあ、大体は、あ、99シリ。シルバーのホロかな、ほら。ね、ここが光ってるんですよね。ベースもここが光ってるとシリアルが入るような感じです。はい、とても綺麗なカードです。ゲリコ、ロー、チェイス。まあでも大体大筋まあ決まってるんでしょうけどね。それを実行した時にどういう反応になっていくかっていうところが今検討されてるんじゃないですかね。いやーでも本当上からこうこのくらいの利益を5年間上げるようにってこう降ってくるわけじゃないですか。まあほとんどトップスの方々が動いて、でまあ販売活動をしてるんですけど、とてつもない金額上から言われるでしょう。それをこう実際ね、売り上げ上げて、うん、やんないといけないでしょう。すごい大変だと思いますよ。本当に99シリですね、うん、カセロさんで、サインが2枚出ました。まあ片方がねルイス・ルイスさんで、よろしいんではないでしょうか。いや本当セールスマンの方々とか大変だと思いますよ、長野の方々は、うん、まあ一番上のねファナティックスさんの方はまあ
利益を数字を出してくれればというあれでしょうけど、でそこに投資している方々がいますから、いっぱいね、何兆円ってね、有名な方とかね、いっぱいいますけど、はい、ヘンドリックスの金ですね。もう本当それがこう1年2年後、いやもうそこまで待ってんのかな、まああの何が金融度の世界になっていくわけですよ貸した金返すよね。いやーリー、あ20シリルキーだ、あ CT さんはい、そうだ、またまだ2022のプロダクトですからね。いやー CT さんちょっと頑張ってもらいたい。うん、いや数字はね、あの見ちゃダメこれからのこう伸びしろをこう どのようにこう CT さんがね歩んでいくかをこう見ていきましょうね。数字見ちゃダメ、はいいやもう超一流のメジャーリーガーになってほしいです。本当みんな持ってるでしょ、だってね、みんな持ってっからみんな応援しないで。いや、ほんと、でも大変ですよ。あの金額で売ってって、まあ、年間のプロダクトとか、ね、あの、メジャーリーグが何ブランドとか、オンラインブランドが何ブランドとか、そういうので大体これぐらいの利益を出るよね、っていう。いや、怖いっすよ。いやよくこうね、ほんと、そのプレッシャーに耐えながらやらないといけないですから。店長は怖くてできないですまあ GM の立場になったら同じことをするでしょうけどね。まあそれは誰でも当然だと思いますよ、うんうん、多額な報酬があるわけですから、ね、いやー実際でもそれをこうね実行する立場に、あ、じゃあペーニャね、いやほんと頭が下がります。大変ですよ、うん、よいしょ、アクーニャですね、クレスト、うん、ここにいるタッカーの赤、あ、はい、ルキのケビン・スミスですね。これがまあ箱一かなという感じでしょうね。もうとても綺麗ですよね。イエリッチの赤、あ、危ない危ない、とディバースですね。はい。で一箱目開け終わりました。メモラに20シリがルーキーの CT さん、でルイス・ルイスのサインという感じですね。よいしょ。まあサインの方はね、ピッチャー2枚で終わっちゃうっていうボックスもやっぱまあありますけど。まあ、レギュラーとインサートパラレル等がしっかりしてれば問題ないプロダクトですから、これはこれでありなんじゃないかと思います。ちょっと日中からやってるんで、あの、たまに荷物の受け取りとかで、離席する場合もあるかもしれませんが、まあ大体でも昨日来たなというところですかね。いやー本当ね、小売店は自然淘汰されていく、はい、年ですね。もうね、あの卸値が高いとかね、そういう問題でもないので、全部そうですか。はい。はい。2箱目です。チェイスの赤と、これはピークだな。これサインの場合もあるもんね。あ、サイン付きだ。はい。レスパーティーノさん。うん、ピークのオートジャージ。これ昨日ね、何回か出ましたけど。サインが2枚ともオートジャージの場合もあるし、
本当は適当だなという感じです。赤とターナー、なんかインサートもこれなんかもじゃもじゃしたこうホイールのパラレルとか作ったらあんのかな。パラレルヘイズの赤、シーガー、あ、シーツの金ね、どうなんでしょうね。サインバージョンがパラレルっていうあれなのかな。いいんですけどね。モジョパラとかあったらね、いいんじゃないかな。モリナ、モリナ赤。ライリーとアニック。お、トラウトグリフィーなんだ。ああ、これいいっすね。ほー。はい、あ、不良ん、ガブさんの金だ。ハイナンバーの金ですね。箱1でしょう、多分。はいね、いいですねこれね。でギルバートの赤とライリー、リアムさん、デュランさん、ヘイズ、グローブ、マスグローブ、マッチャドの赤、ビューラ、デュラン、金ですね、これ。ハンターグリーン。アルトゥーベの赤ですね。キムさんとニックアレン、エイロットとタティスなんだね。まあまあ、うん、ね、うん、こっからこうタティスは気持ち切り替えて、ビレイド、あ、表向いてた、サインが表向いてました。はい、カエル・ブラディッシュさん、ジャイアンツ、ボルチモアか。はい、ボルチュマのオート、これでサインが2枚出ましたね。やっぱオートジャージと普通のオートだったのでサインはランダムですね、これね。あとパラレルがある、ボームも今年年齢的にも今年しか行ってないけど今年だよねマッツさん、はい、ニューエイジダブルジャージですね。あ、ワンダー来ました。で、ヌートバーの赤もいいですね。うん。ベッツ。どういう風に使っていくかですよね。スアレスに、イルさんに、メレンデスに、ゼルバさん、シャーザーさん。シリアルマダだよね。1枚ぐらいは出るイメージですけどね。はい、ドバルさん、ケビン・スミス、オークランド、デュアルジャージ、はい、でジャージも2枚出ました。ヘンドリックスとアルビーズ、ボビー・ウィット。いや結構ね、半分ぐらいスリーブ入れるんですね。パラレルインサート以上はだいたい入れてるので、一箱、二箱開けると大体スリーブ半分以上ぐらいは使っちゃうのかな。一袋の。あ、これだ。99。はい。誰だ？ジマーマン。はい。これはホイールの名前が光ってる番だ。これなんか昨日99だけどあんまり見なかったな。なんか大体なんか少ない49とか。ね。99があまり見なかった。これ綺麗ですね。マルテ、ナナキさん、ロバートさん。で、最後。まあ、一応出るものは出てるので、あとはベースかな。はい、オルソンの赤。カルさん、カービィですね。
シアトル、シアトルだ。で、コレア。で、フィニッシュです。よいしょ。まあ一応シリアルとサインカードに関しては、ローダー入れますので。いや、ほんとね、この業界どうなっていくかが、もう全然店長にも予想がつきません。よいしょ。ただね、脳はね、撤退すべきだって、もう一人の自分が言ってます。いや、ほんとね、ちょいちょい2年前とかも、なんだっけ、マッチアタックで、届いたらボコボコな、ケースがボコボコになって、中もボコボコになってて、300万ぐらいマイナスになったんですけど、そういうレベルじゃなくなっちゃうので、よく下ろしてくださいとか、こう、ね、電話来たりメール来たりするんですけど、まあ大体こうね、電話で話したりして、資金力あるんですかっていうと全然なくて、っていう金額でお店をやろうとしてる方々が結構いるので、いやそれ 1,2 ヶ月で飛んじゃうよっていう話でね、いや本当もうこの商売生きるか死ぬかの、はい、そういうレベルになってくんじゃないかなと思いますね、今年。はい。ということで、一泊目でね、ロイス・ルイス来ました。まあ、彼はかなり期待してもいいんじゃないかな。まあ、ちょっと怪我がちだったのでね、いいタイミングで、上がる前で怪我しちゃって、で、上がってからでまた怪我しちゃって、っていう感じでここまで来たので、今年ね、オープン戦から頑張ってもらいたいですね。はい。で、オートジャージも出て、っていう感じですね。カストロさんはジャイアンツだよね。でボルチマだよね。で、シリアルはまあ、最低1枚は出てくるのかなっていう感じです。で、99以下っぽいんだよね、全部ね。で、ベースでもこれ300ないでしょうから、200でしょ。まあ、生産数もそこそこ少ないのかなと。で、サイン、シリアル2枚入りもありますから、CT さん頑張ってもらいたいです。はい、じゃあ、こちらで今日ね、梱包して発送しますので、お受け取りよろしくお願いします。今年もね、まあパニーニさん屋さんになっちゃうかもしれないですけど、半分以上、はい、ありがとうございました。